はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、キャプゼロの動画撮ろうと思いますってことで、スーパーゼロサイね、ちょっと迷ってたんですが、っていうのもね、新キャラ以外のピックアップがね、一応キャラ自体はみんな持ってたので、どうしようかなというのをね、少し迷ってて、キャラのね、確認した後ね、結局、ガチャね、引いてなかったんですが、まだ。一応ね、ミサキくん狙いってことで、ちょっとだけ引こうかなと、思います。で、どうしようかな。まあ、星3以上、マックス30連で、ミサキ出たら撤収。っていう感じにしようかなと。で、30連しても星3以上が出なかった時に40連目行くかどうかは、ちょっと迷ってるんですが、まあ、30連でね、星3出なかった時のことなど考えずにね、ちょっと聞いていこうかなと思います。まあ、ミサキ出たらね、その場で撤収するので、よろしくお願いします。ということで、早速10連目行きましょう。行け!さあ、まずは、おし!いきなり来るか?はい、ちょっとね、若林くんもピックアップされてますが、SGGK ね、即林、これは持ってるので、まあ、カウンターキックセービング自体はね、まだ別に貫突とかしてないので、それはそれで、OK!2 枚目!さあ!もう、ジトーくん。ジトーくん。これは中学の児童だね。初めてのイベントの時はね、弾けなかったんですがね、今となってはって感じですね。さあ、2枚で終わりか?もうちょっとあるか?さあ、どうだ?ラストに1枚、ないか!はい、というわけで、一応星さん自体は2枚引きできましたが、まあ、若林児童と。じゃあ20連目行きましょう。行け!さあ。おし、とりあえず、おー、2枚ある!オッケー、ここで岬引いて終わろう。さあ、来い!おー、あー、でも。この翼くんはね、まだカウンターが全然、限界突破は進んでないので、なんだろう。既存キャラの中では当たり。さあ、あとはラストで岬、オッケー!ここで来てもいい!さあ、来い!おし!おー、ピエール!はい、まあ、とりあえずね、新キャラピエールゲットです。めっちゃガニ股。ファンタスティックジャンピングボレー。さあ、最後で岬は引けるのか、その前に変わるか。うん、変わらず、とりあえず、最後にかける。おー、若林くん、カウンターキックセービング、貫突したか、これで。とりあえず2枚ゲットしたけど。はい。というわけで、20連目は3枚抜きか。これはなんか、うん、別に悪くないっていうか、結構いいね。ミサキは出てないけど。で、新キャラピエールね、とりあえず引けましたということで、次ね、2枚抜き以上して、ナポレオンとミサキが出れば完璧な30連になるんですが、どうでしょう。いけ!さあ、どうだ?あれちょっとこれは変わらないと最後で爆死はちょっとやだなあ。でもマジでそのパターン?ラスト変わる?変わらない。あー、マジか。そして若林さんに。まあ一応ね、30連で5枚抜きだから、
悪くはないんだけど、って言ってもね、最初に決めたルールを破るとズルズル引いちゃうからね。でもなぁ、星さん出て締めたいよなぁ。もう一回だけ行こう。40連目。マジか。あー、ダメだこれ。やめときゃよかったやつか。変わらない?おっしゃ!あー、まあカウンター進むのは別にいいか。カウンター翼。岬は来ないか、ピエールのみか。あー、やめとこっか。はい、とりあえずちょっとカウンターの限界突破だけ確認して終わりにしましょう。カウンタードライブ、お、貫突したんじゃないこれ。オッケー。あ、これはなんか岬出なかったけど悪くないね。カウンタードライブ貫突したなら収穫はあったかなって感じですかね。オッケー。そして若林くんカウンターキックセービングあった。あ、これも貫突さ、ん?これも貫突か?あ、違うな。2枚だからこれあれだな。どうしようかな。いや、でも6の進化ボールとか使うほどでもない気がするから、ちょっと保留しようかな。で、あとはピエールか。はい、というわけでね、まあ収穫はカウンター翼でしたっていう感じかな。明日何が来るんだろうなーっていうのは気になるけど、まあゼロ祭りも超激戦ガチャも両方終わっちゃうので、スキルピックアップだけになるってこともないと思うから、なんか来るんじゃないかなと思ってはいるんですが、どうだろうね。ワーチャレそろそろ来ないかなとか、その辺かな、期待するなら。まあとりあえずピエールは育ててみようと思うけど、ピエールね、相互コネクトで岬のはずなので、まあパス&シュートの岬くんとか使ってもね、岬くんのステータス上げてくれるわけだから、まあこれはこれでありかなといったとこですね。というわけで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。